3人目の選手が登場します。北朝鮮最終種目の段違い平行棒、15歳のピョン・バンスンです。オールラウンダー期待の15歳です。ここまでピョンは跳馬が 8.850、 平均台が 8.650、 そして床が 7.450、 最後の段違い平行棒です。この選手は最初のひねり技で、E 難度の、ここですね、片手指示、大阪での片手指示での1回ひねり、そしてイエガーに続けます。ここも独創的な、技ですね。バックカットでの2分の1ひねり、非常にスピード感のある選手です。15歳のピョン・バンス、ああ着地1個乱れました。折りが屈伸の、2回宙返りということで、はい、難度が C 難度になりますので、伸身で、降りた、D 難度で降りてくることを思うと、最後少し物足りない気もしますけれども、中身は十分でしたね。非常にスピード感のある選手ですね。その最初のこの辺りですね。そうですね、ここが先ほど言ったバックカットの2分の1ひねり、D 難度の技ですね、はい、最後は屈伸で降りてきました。2回宙返り、得点出ました 9.125 というピョン・バンスンです。3人目、ただスタートバリュー勝ち点が 9.9 ということで、これは中国選手に次ぐ、勝ち点の高さと言えますね。それだけ演技内容が濃いということになります。さあ続いて4人目になります。4人目はハン・ジョンオク、この選手は4つの離れ技を用意しています。さあ注目しましょう。まずは1つ目イエガ、2つ目パク宙返り、そしてトカチェフ、これも成功。ここからもう1つ入ります。リンガー盛りたくさんできましたね。そうですね、伸身のダブル着地も決まった。北朝鮮4人目のハン・ジョンオク、16歳、まあ、チームの中に新しい力として入ってきたハン・ジョンオクですが、あ、見事ですね。見事でしたね。ここは最初のイエガー宙返り、高さも十分です。したがってパック宙返りに連続することができるわけですね。連続での加点もあります。そして離れ技が4つあります。得点 9.30 です。 9.30 という得点が出ました。第1班の北朝鮮の演技をお伝えしました。では続いて日本が登場する第2班の演技をお伝えします。2つ目のローテーションに入ります。日本は床です。日本が床、そして韓国が平均台、中国はこの2つ目のローテーションはお休みです。カザフスタンが段違い平行棒、そしてウズベキスタンが跳馬という形になります。1種目目平均台を終えて4位の日本、次は5人目です。大島京子登場です。前方伸身で2回ひねり、さらに前方伸身宙返りにつなげました。今年の NHK 杯のチャンピオン、このアジア大会の代表真っ先に決まりました。この大島
島さんもこの床を非常に得意としています、特に、キレのある、ひねり、そしてジャンプの高さにも定評がありますね。4人目真鍋で失敗がありました。大事な5人目大島の床です。半回ひねり、やや横に着地が流れましたが大きな減点ではありません、はい、日本にとっては大事な5人目です。大島この辺の表現力もいいですね。これから最後のシリーズに入っていきます。真のダブル着地も見事です。高さも十分ですね。日本ゆか5人目大島京子、さあ果たしてどれくらいの得点でしょうか。平均台では落下がありまして 8.050 という得点でした。大島この床にかけています。前方宙返りからの組み合わせの2回半ひねり、こういったジャンプの高さ、これも非常に、定評があります。得点出ました 8.975 という得点です。大島です。日本2種目目これでトータルで 68.500 という得点になりました。2種目が終わりました。2種目終わって日本が 68.500、 床で 34.675 という得点でした。日本がトップに立っています。韓国が 66.800、 そしてカザフスタン1種目少ない中国となっています。そして第1班で競技を終えている北朝鮮とのリードですが、2種目終わった時点では 2.225 のリードです。3種目目に入ります。中国は2種目目がお休みでしたのでこれが2種目目、跳馬です。最初の選手は高金です。中国の注目の選手16歳です。アテネオリンピックに向けて中国の期待の選手ですね。そうですね。これまで、中国の選手はどちらかというと少し弱といっては表現はあまり良くないですけど、随分筋肉質な選手が増えましたね。ひねってきました。前転跳びから前方屈伸宙返り2分の1ひねり、跳馬の高さが125センチと身長とあまり変わらない高さなんですが、飛距離、高さ、そして姿勢どれをとっても、申し分ないぐらい、上がってますし、ひねりの姿勢そして着地、この角度から見ましても足の乱れがほとんどありません。素晴らしい跳躍ですね。得点 9.150 です。高金跳馬です。さあ続いて中国4人目跳馬は劉偉です。北京のユニバーシアードの代表、この跳馬は中国の国内大会で去年銀メダルを取っています。どんどん後から後方伸身宙返り1回半ひねってきました。 9.7 万点の跳躍ですね。今年の環太平洋選手権でも銅メダル3位に入っている劉偉の跳馬、4人目の選手が終わりました。決勝は、少し馬の手前に着手してしまいましたので、後半の距離
が、やや不足していますが、着地のまとめ方は見事ですね。得点 9.175 という得点です。3つ目のローテーションが終わりました。日本はこの3つ目はお休みでしたので、韓国が現在トップです。3種目の合計得点が 102.050、 そしてカザフスタンも3種目をこなしています。これで 97.400、 そして1種目少ない中国、日本、ウズベキスタンという順になっていますけれども、さあこれから日本が再び跳馬で復帰するという形になりますよね。はい、4つ目のローテーションに入ります。日本が跳馬から復帰です。日本は3種目目ということになります。サハラから始まります。日本の跳馬、この4ローテーション目は韓国はお休みです。中国が段違い平行棒、そしてカザフスタンが床となります。さあサハラの跳馬注目しましょう。前転跳びから前方屈伸宙返り、着地もあと一歩、 9.4 万点の跳躍ですが、着中が一歩後ろに下がりましたが、非常に大きさのある跳躍だったと思います。日本が3種目目に入りました。2種目での比較になりますと、北朝鮮には 2.225 のリード、そして韓国には 1.7 のリード。すでに韓国は3種目終わっています。少し、膝が緩む箇所がありますが、大きな減点ではありませんね。着地も、きちっと取れています。得点出ました 8.750。 サハラの得点は 8.750 です。日本跳馬3人目は溝口恵梨香です。前転跳び前方屈伸宙返り、 9.4 万点の跳躍です。着地もほとんど乱れませんでした溝口です。溝口もここまで平均台が 8.675、 床が 8.525。 この跳馬で点を伸ばしたいところです溝口。高さ的にも問題ないですね。そうですね、もう少し、距離が欲しいところでしたが、よくまとめた跳躍だったと思います。得点出ました 8.725。 さあ日本5人目です。真鍋彩登場です。この跳馬は注目です。ロンダートから高く上がって、おっと、着地が一歩乱れました。後方伸身で1回半、勝ち点が 9.7 という非常に難しい跳躍に挑戦してきました。非常にバネのある選手なんですが、左足をちょっと痛めています。そうですね、姿勢は問題ないですが、着地の部分、高さということですね。真鍋選手本来の跳躍ではありませんが、よくあの後ろ一歩で踏ん張りましたね。得点出ました。真鍋は 8.925 という得点です。この得点については、そうですね、やはり勝ち点の高い技に、挑戦しましたので、あの着地がもう少し高ければという思いもありますが、よく、稼いでくれたなというところでしょうか。これで日本は跳馬を終わりました。3種目終わりました。 103.575 という得点です。跳馬は 35.075 と35点を超えました。中国も3種目目に入っています。段違い平行棒4人目です。4人目の選手は陳病傑です。赤ほどに
大阪って車輪の1回半からイエガー今成功トカチェフという大技を持っています。この段違い平行棒は得意としています。ここですね、大阪ってで1回半ひねってトカチェフ、大きいですね。これを後半に持ってこれるというのはやはり中国の強さですね。後方伸身のダブルで降りてきました。ジャッジもしっかりと決めてきました。中国の4人目陳病月、ここまで中国はコウキンが 9.40、 そして連業校が 8.950、 そして長男が 9.500。 さあ果たしてこの陳病月がどうかというところです。4人目です。高さもありましたし安定感ありましたね。そうですね、中国選手ならではの演技だったと思います。しかもこの高いトカチェフがあります。146センチの体ですがそれ以上に何か大きく見えますね。そうですね、得点出ました 9.525。 4つ目のローテーションが終わりました。この時点でカザフスタンは4種目すべて終わって 128.300、 そして3種目が終わった中国、日本、韓国と続きます。中国が 109.550、 日本との差が 5.980 あります。この3種目終わった時点でもうすでに競技終わっています北朝鮮とは日本は 1.500 のリード、また韓国には 1.525 の リードを今保っています。さあいよいよこれから5つ目のローテーションに入っていきますが、佐藤さん、はい、北朝鮮をまず上回るにはトータルで 35.250 以上が必要なんですね。 35.250、 1人当たり 8.8125、 この得点というのは結構厳しい、なかなか要求される得点としては厳しいものがありますけれどもね。そうですね、ただ目標としていた得点そのものですので、とにかくミスをしないということですね。いよいよ最終ローテーションに入ります。日本、韓国、中国、日本は段違い平行棒石崎からです。5人が演技を行って得点の良かった4人の合計得点がチーム得点になります。そのトップバッターの石崎、段違い平行棒今日3種目素晴らしい演技でここまで来てますので、最後まで期待したいですね。日本にとって銀メダルがかかります。現在中国が大きくリード、そして韓国もリードしている日本。ここから棒上への倒立、見事に決まってます。気になるのは北朝鮮です。北朝鮮を上回るには1人平均 8.8 以上の得点が必要。最後はムーサルトで降りてきた。ぴったりですね。日本のトップバッターの石坂真奈美、最後はムーンサルトで降りてきました。出来全体としては、そうですね、大きな減点はありませんが、ところどころ、体の緩み、あと足の開き、その辺の小さな減点が、どのくらいなされるか、この辺がポイントだと思います。この D 難度の、離れ技は、見事です。最終種目に入っています。中国が現在大きくリードして8連覇にもう一歩一歩近づいてきています。日本にとっては3大会連続の2位確保することができるか。得点出ました 8.750 という得点です。石坂です。1人平均 8.81 以上が必要ということなんですが、いいスタートを切ったと言えると思います。はい、5人が演技を行います。
日本2人目はご覧の上村です。上バーに移ってシタルダー1回ひねりという D 難度決まりましたね。イエガー成功。とても足の線の美しい選手ですね。倒立もなんとかこらえてます。中国が8連覇に向かって前進する中、追います日本。ムーンサルトで降りてきました。自分の位置にひねってきましたね。前方抱え込み2回宙返り、はい、同じく D 難度の技で、降りてきました。日本の上村美希です。北朝鮮を上回るにはトータルで 35.250、 1人当たり 8.81 以上の得点が必要です。日本そう考えますと、この上村のこの出来というのはどうでしょうか。そうですね、もう一つ二つ、ひねり技が入ってくると、勝ち点が上がるんですが、ただほとんど、減点らしい減点はありませんので、その辺の評価を期待したいですね。上村の得点です。 8.350 という得点です。もうすでに一般で演技を終わっています。北朝鮮を上回るには1人当たり 8.81 以上の得点が必要なんですが、これも上回れませんでした。さあ日本3人目は大島京子です。そして韓国も今跳馬で競技を行っていますけれども、韓国の動きも気になりますね。そうですね。さあ大島、この段違い平行棒です。3人目ロバーに当たって、まずは大阪瀬車輪の1回ひねりから平脚での家が落ち着いてますね。後方車輪の1回ひねりから棒状棒下振り出しからの倒立。最後は伸身のダブル。着地半歩乱れました。さあ大島、これでどうでしょうか。中国が大きなリードでほぼもう8連覇を確実にしています。そんな中で日本の3大会連続の銀メダルがなるんでしょうか。すでに北朝鮮が競技を終わっています。その北朝鮮を上回るためには1人平均 8.812 以上が必要です。大島の出来としては、そうですね、持っている力は全て出し切ったという演技だと思います。得点出まして 8.750 という得点です。これも 8.812 以上は上回りませんでした。さあ続いて日本4人目は田原です。田原彩香、ここから後方車輪での1回ひねりからトカチェフ、大きなトカチェフです。そしてもう一つここからイエガー成功。あとはフィニッシュの3回ひねりですね。さあ来るか。着地は我慢しました。日本の田原彩香、3回ひねりで降りてきました。我慢しましたよね。そうですね、小さく飛びましたけれども、一歩出さなかったところ、これは評価できると思います。はい、高校2年生の田原彩香、トカチェフあり、そしてイエガーあり、最後は3回ひねり。最後の着地も我慢してきました。
得点出ました 8.400 という得点です。これも平均を上回ることはできません。日本8連覇へ向かって中国です。最終種目の平均台4人目の選手が出てきました。高翔足交差ジャンプから、左右開脚の1回ひねり、少しひねりが不十分でしたが、あ見事、この辺今までの中国の選手ですと、柔軟性が強調されていましたが、それに、今回力強さが加わった演技だと言えます。高金が 9.650、 袁暁鋒が 9.575、 そして長男が 9.625、 そして4人目のこの高翔、74年のテヘラン大会以来8連覇はもう目前。本来ここ後方宙返りから、片手バク転へ、つながるシリーズでしたが、少し切れてしまいましたね。前方宙返りも高さがあります。抱え込みのダブルで降りてきました。着地も決めてきた中国の高翔。さあこれで中国の8連覇もうほぼ間違いないと思います。中国4人目の高翔、非常に高さもありますね。そうですね、ジャンプの、姿勢の減点は、多少他の中国の選手に比べると生じているんですが、この宙返り系のまとめ方は本当に見事ですね。週末技の、抱え込み2回宙返りも、足を全く開いてません。さあ高翔の得点を待ちます。得点出ました 8.900。 この瞬間に中国の金メダルが確定です。中国アジア大会8連覇を達成しました。そして今日本結局溝口が8点台の得点、5人目の溝口が8点台の 8.350 の得点で北朝鮮を抜けません。北朝鮮の銀メダル確定、そして日本は銅メダルです。中国5人目の劉偉です。佐藤さん、はい、結局北朝鮮を追った日本だったんですが、あと1点届きませんでした。そうですね、あと一歩のところで、残念でしたけれども、今回国際舞台に初挑戦しました、若手の素晴らしい演技が出ましたので、それは明るい材料だと思います。日本は銅メダル、北朝鮮が銀メダルを確定しています。8連覇を達成した中国5人目の選手です。劉偉、この平均台は自信を持っています。今年の全中国の選手権では銀メダル、そして環太平洋選手権でも3位に入っています。後方の抱え込みの2回宙返り、8連覇を達成した中国、圧倒的な強さでの8連覇です。そして日本は銅メダル、北朝鮮が銀メダルを確定しています。しかし
中国の各選手のこの強さ、まあ、新しい選手も入ってきてますけれども、そうですね、あの宙返りやジャンプのあと、足が台に吸い込まれるような着台ですね。得点出ました 9.350 です。中国がアジア大会74年のテヘラン大会以来の体操団体の8連覇、トータルで 147.750。 体操の女子の団体が終わりました。中国が8連覇を飾りました。そして北朝鮮、90年の北京大会以来銀メダルです。そして日本は銅メダルということになりました。86年のソウル大会以来の銅メダルということになります。そして第4位に韓国、韓国がわずか 0.525 というもうすぐ後ろまでもう韓国が迫ってたんですね。よく最後踏ん張りましたね、この中国の8連覇、そして北朝鮮の頑張り、日本の銅メダルについてお願いします。そうですね、目標とする、銀メダルには、追いつきませんでしたけれども、国際舞台初めての、選手中心このチームで、よく、戦ったと言えるのではないでしょうか。中国が新しい選手を加えながらもそれでもやはり圧倒的な強さを見せたということで、何か中国の、ま、男子もそして女子もやはりアジアを引っ張る、そして世界を引っ張るというこの構図は変わりないみたいですね。そうですね、世界の中国という評価ができるのではないでしょうか。中国の8連覇、北朝鮮が銀メダル、そして日本は銅メダルとなっています。体操の女子団体の競技の模様をお伝えしました。中国の大島とそして石坂はどうですかね。そうですね、昨日いい演技をしましたので今日も思い切った演技を期待したいですね。メダルを目指しての戦い期待したいですね、はい、女子の個人総合が始まります。1種目目が始まります。日本の大島京子です。段違い平行棒からのスタートです。入りまして前半、2つの D 難度の連続技があります。大阪手に持ち替えて大阪手2人の1回ひねり、そして平脚の家が成功です。ここまでは非常に安定感があります。大島京子、団体ではどうでした。日本最初の種目非常に落ち着いていますね。団体のこの個人総合の予選では8位で通過しています。フィニッシュは伸身のダブル、着地も決まりました。日本の大島京子、最初の種目段違い平行棒、非常にいいスタートじゃないですか。そうですね、落ち着いた1種目目から落ち着いた演技だったと思います。日本からはこの大島とそして石坂の2人が出ています。最初の D 難度の連続技です。高さそして、バーから離れる距離、これも全く問題ありません。昨日この段違い平行棒は 8.750 という得点でした。段違い平行棒、中国の長男をご覧いただきましょう。前半に大阪手車輪片手支持での1回ひねりという E 難度の技が入ってきます。優勝候補の筆頭に挙げられています中国、団体のこの個人総合の予選でもトップで通過しました。ここ、ね、成功、イエガーにかけました。予選では 9.500 という高い得点を挙げました。段違い平行棒、長男、中国選手のお家芸といった種目ですが、本当に姿勢、トカチェフも高いです。
の美しさ、これはもうどの選手も変わりません。伸身のダブル着地動きません。2人と決めてきました中国長男。最初の種目の段違い平行棒、まずは上々のスタートと見ていいですか。そうですね、全く問題ない、スタートとしては、問題ないと思います。劉偉が出迎えます。こうしてチームの選手が今日はサポートについてるんですね。そうですね、昨日は、チーム戦比較的楽に試合ができたと思うんですけど、こういった個人のタイトルがかかったところで、若手選手どういう試合をするのかなと興味を持っていたんですが、非常に落ち着いていますね。出ました 9.500 という長男の段違い平行棒の得点です。それから同じく段違い平行棒、日本の大島の得点 8.600 でした。平均台スタートは中国の黄金です。16歳です。個人総合の予選ではこの平均台9.650 という非常に高い得点を挙げました。体の柔軟性とそして力強さ、両方を兼ね備えた選手ですね。アテネのオリンピックを睨んだ中国期待の選手。おっと、落下、落下だ。得意の平均台で失敗しました黄金。大会になりますと、こういった精神的な部分で若手選手は、応用するケースが多いんですけれども、やはりこの1種目目の平均台、ここは決めてきました。連続です。この後よく立て直しています。16歳です。136センチの黄金、中国の新しいスターの一人です。このあたりは柔軟性をよく活かしていますね。ここ2年間は中国国内のナショナル大会で負けがありません。個人総合のトップを維持しています。黄金後転跳びの連続から高さがあって、あっと半歩乱れました。中国16歳の黄金、最初の種目の平均台落下がありました。ずいぶん待たされた時間が長かったんですが、そのあたりも影響ありますか。そうですね、ずいぶんイメージトレーニングはしてたようですけれども、ジャンプからの前方宙返り、少し蹴りが不十分だったようですが、横にずれていました。ここは片手の後転跳びからの宙返りの連続です。中国に끝なすみだ。中国移動。ではトップに立ちましたウズベキスタン、チトビチナ選手の 9.525 の高い得点が出ました。跳馬の演技をご覧いただきましょう。種目が終わりました。ウズベキスタンのチトビチナが跳馬で 9.525 の高い得点でまずトップで飛び出しました。そして中国の長男と黄金が2位3位に入って、日本の石坂が6位、そして大島が8位という出だしとなっています。このあたりは、そうですね、チ
飛び地な選手、27歳とは思えない、素晴らしい跳躍でした。日本の選手も落ち着いたいいスタートを切れました切れたと思います。1種目目が終わりました。これから2種目目に入ります。2種目目平均台です。中国の張楠です。この平均台を得意としています。予選では 9.625 を叩き出しました。この平均台、まずはロンダートから後方伸身宙返り、B 難度から入りました。1種目終わった時点では2位でスタートしています。長男ジャンプも高さがあります。正確ですね。この後の後転跳び連続から後方伸身宙返りの高さにご注目ください。今日は失敗ですね。今日はそうですね、本来ですと、はい、後転跳び連続の後に後方伸身宙返りが入るんですが、一つ抜きました。さあこのあたりはどう影響してきますか。去年の中国の国内の選手権でもこの平均台はトップです。柔らかさがあります。中国の16歳の長男、ミスの後も落ち着いていますね。これは E 難度の、ジャンプですが、非常に姿勢が美しいです。さあ降りは抱え込みのダブルです。着地も決めてきました。中国の長男、団体のこの個人総合の予選ではトップでこの個人総合決勝に勝ち進んできました。まあ、一つ技を抜きましたが、そうですね、勝ち点としては、十分だと思うんですが、この動きが一回止まってしまった部分を、はい、審判がどう評価するかというところだと思います。段違い平行棒です。ウズベキスタン、1種目終わってトップで飛び出しましたストビチナ。ここアドラーという技ですね。 D 難度からイエガー、27歳になります。もうベテランの選手。ここはストビチナと名前がついた、後方車輪での飛びの1回ひねり、このストビチナ選手が初めて、やった技です。バルセロナオリンピックも出場しています。ひねってきました。着地見事に来ました。後方伸身2回宙返りの1回ひねり、 E 難度で降りてきましたね。ウズベキスタンのチュソビチナ、もうバルセロナのオリンピックから出場して、あの時は EUN というそこで金メダルを取りました。まあ、その後お子さんも産んで、そして去年の世界選手権ベルギーで行われた世界選手権で跳馬で銀メダル、まだまだ現役ですよね。10年近く、ナショナル国の代表で、さらに、世界でメダルを取るわけですから、超人という言葉が、ぴったり合うといった感じですね。中国の黄金です。1本目伸身
での2回宙返り。今日はモーサルトで来ましたね。1種目目3位で飛び出しています。平均台は 9.00 でした。中国の高金。3回ターン、これは見事に決まっています。前方宙返りからエンダーと後転跳び、2回半ひねり。136センチの体が大きく見えます。場内を引き込む雰囲気があります。中国の高金。中国は、外国人の振り付け師を、招きまして、今回曲調もそして振り付けも、ガラリと変えてきましたね。屈伸のダブルできました。着地決まった。中国の高金、2種目目のゆか。多軸体育館の観衆1万5000人を収容しますが、もう釘付けでしたね。本来の技の内容からは少し抑えてきましたけれども、減点の箇所はほとんどありませんね。平均台が 9.00 でスタートして、この2種目目のゆか、これは最初のモーサルト抱え込みできました。足の乱れ少しありましたけれども、着地はピタリと足が閉じていました。得点出ました 9.225。 それから中国の長男の平均台は 9.395。 ストブシナの段違い平行棒の得点は 8.975 でした。それでは日本の石坂真奈美選手、得点 8.450 を出しました段違い平行棒の演技をご覧いただきましょう。女子の個人総合は2種目が終わりました。中国の張楠がトップに立ちました。2位に落ちたチュソビチナですが、得点が段違い平行棒最初 8.975 と出ましたが、変更がありまして 9.075 となっています。現在2位です。そして3位に中国の高金、日本の石坂が5位となっています。3種目目に入ります。現在トップの中国の長男です。ゆかです。2種目目でトップに立ちました中国の長男。ここまで段違い平行棒が 9.50、 平均台が 9.375。 3種目目のゆかです。最初にムーサルトと3回ひねり、 E 難度の技が2つ続いて入ってくるかと思われます。最初のムーサルト、それは高さがあります。さあ今度は3回ひねってきました。少し着地弾かれてしまいましたけれども、ひねり不足は、それほどない方ですね。このゆかは今年リネー杯で金メダルを取りました。この長男です。
16歳、141センチです。長打。高い。海外から振り付け師を招いた、中国ですが、本当にこの辺の表現力が、以前と全く変わりましたね。最後のシリーズに入ります。真のダブル、最後も綺麗に決めてきました。中国の長男です。やはり海外から、コーチ陣を招くということは中国にとって画期的なことなんですが、やはり、アテネ五輪を目指した、これも強化の強化策だと思うんですが、そういった表現力、アクロバット系の宙返り系の技も素晴らしいんですが、その辺の表現力も、また素晴らしいものがありましたね。アジアでは負けたことがありませんこの中国ですが、まだ世界のトップという点ではなかなか上に行けないところがありますんでね、そのあたりを、いろんな形でチームの中に活性化を生んでるわけですね。世界のトップを狙った強化策だと言えると思います。中国の長男のゆかの得点 9.175 です。 9.175 という得点です。現在2種目終わってトップの長男です。3種目が終わりました。 28.050。 長男はいよいよこの後最終種目に入ります。それでは現在3位につけています中国の黄金選手、跳馬 9.00 の演技をご覧ください。それではウズベキスタンのチェソビチナ選手の平均台の演技 8.775 の得点の演技をご覧いただきましょう。3種目が終わりました。中国の長男がトップを維持しています。そしてチソビチナとの差が 0.675、 そして3位のコウキンが続いて2位と3位の間が 0.15、 その3位と4位との間はだいぶ空いてますので、佐藤さん、これはこの3人にメダルは絞られたと見ていいでしょうかね。そうですね、完全に絞られたと言えるのではないでしょうか。しかも今度はメダルの色ですね。そうですね、優勝争い面白くなりましたね。僅差の中での争いとなります。日本の石坂が現在は3種目終わって6位、そして大島が現在は9位となっています。いよいよ最終種目の4種目目に入ります。最終種目に入ります。現在2位のウズベキスタンのチソビチナ、ゆかです。
そして2本目入れてきました。このゆかは自信を持っています。ストビチナ団体の時も 9.325 と最高の得点を出しました。2本目は新月面でしたね。現在トップとは 0.675 の差があります。少しでも高い得点で長男に迫っておきたいところ。現在2位のチトビチナ、力強いですね。27歳、10年以上この世界の舞台で戦い続けます。ウズベキスタンのチトビチナ、最後のシリーズに入ります。メダルの色をかけて真のダブル決まった。見事です。高さが十分すぎるほどありました。ウズベキスタンのチトビチナ、アジア大会はバンコクのアジア大会に続いての出場。去年のベルギーの世界選手権跳馬で銀メダル。まだまだ世界のトップを維持しています。しかし高かったですね、はい、ここは最初の E 難度、そして2本目ですね。すいません、ムーンサルトですね、はい、E 難度です。そして最後は屈伸のダブルで締めてきました。得点出ました。 9.025 現在2位のチトビチナ 9.025 36.400 で4種目終了です。さあ現在トップの長男です。金メダルをかけての跳馬です。すでにチトビチナ終わりました。さあ初の個人総合チャンピオンを目指して、着地はあっと乱れたがどうだ。そうですね、着地の部分でちょっと膝を突っ張ってしまったような形でしたけれども、さあ果たしてどうでしょうか。この表情からもう金メダルは間違いありません。 8.35 以上で金メダルが決まります。伸身姿勢は美しいんですが、やや回転不足のために、着地の際、少し体が後ろに残ってしまいましたね、はい、8.35 以上で金メダルの長男です。得点出ました。8.975、この瞬間に長男の金メダル確定です。個人総合のチャンピオンは中国の長男です。安定した強さでしたね。そうですね、平均台一箇所危ないところありましたけれども、それでも、強さを見せつけてくれましたね。それでは中国黄金選手の段違い平行棒をご覧ください。
それでは日本の石坂真奈美選手、得点 8.375 という得点のゆかの演技をご覧いただきましょう。女子の個人総合が終わりました。金メダルは中国の張楠、そして銀メダルにはウズベキスタンのチソビチナ、そして銅メダルには中国の高貴、16歳の中国の2人が金メダルと銅メダル、そして最後に演技を行った韓国のパク・ギョンアが4位に飛び込んできました。中国が強いというふうに言われてましたけれども、ウズベキスタンのチソビチナ割って入ってきましたね。そうですね。そして日本の石坂が8位、そして大島が10位という結果に終わっています。女子の個人総合振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、やはり今回の大会では、それぞれの種目でパワーを感じましたね。やはり力強さ、バネの強さ、これが高得点結びつく鍵だということを痛感しました。中国の若い新しいチャンピオンが誕生しました。これで中国は個人総合アジア大会は8連覇ということになりました。新しいチャンピオン、中国の張楠の誕生の個人総合でした。佐藤舞子さんの解説でお伝えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今度は女子のマッチショーです。ロサンゼルスソウルオリンピック日本代表、現在は日本女子体育大学講師の佐藤舞子さん、実況秋山でお伝えしてまいります。佐藤さん、はい、真鍋が出場するこの跳馬ですが、種目別の場合は2本飛びますね。はい、その平均が、得点となりますが、はい、しかもその2本をですね、違うグループ、すなわち塚原系とロンダート系のように、はい、全く違う系統の技を2本用意しないといけないという、大変選手にとって厳しいルールになっています。その跳馬出場選手です。ウズベキスタンのオクサナ・チェソビチナ、中国のリュウイ、日本の真鍋彩は3番目に登場します。北朝鮮のソ・ジョンオク、ウズベキスタンのゴルディーワ、北朝鮮のキム・ヨンシル、韓国のパク・ジョンヘ、そして中国のコウショウです。女子種目別の跳馬の決勝です。まず最初は優勝候補のナンバーワンに挙げられています、ウズベキスタンのオクサナ・チソビチナ、個人総合で銀メダルを取りました。この跳馬は得意としています。昨年の、世界選手権でも銀メダルに輝いています。はい、世界のトップクラスの、跳躍が見られるかと思います。2本飛んで違うグループの飛び方、その平均を取ります。跳馬着地ほんの少し乱れました。前方跳びから前方伸身での1回ひねり、
9.8 万点の跳躍です。跳躍技にはスタートバリューといいまして、勝ち点が定められています。この飛び方は非常に、その勝ち点いわゆる満点が高い跳躍です。やや腰の角度は見られますが、飛距離がものすごく、出てます。着地マットに赤いラインが引いているところが1メートルラインなんですが、そのラインがもう画面から消えてしまうほど前に飛んでいますね。違うグループの飛び方で2本飛びます。団体の時のこの跳馬では 9.375、 選手の中ではトップの得点でした。そして個人総合の時には 9.525 とまた得点を上げてきています。優勝候補の筆頭に挙げられています。シトビチナ1回目の得点は 9.425 です。さあこれから2本目です。違うグループの飛び方をします。ガーラ飛びでの伸身の1回半という表示が出ています。これも 9.8 万点という非常に価値点の高い跳躍ですね。27歳のチトビチナスタート。高い着地も決まりました。本当に高さのある跳躍で、着地にも余裕がありましたね。去年のベルギーの世界選手権のこの跳馬の銀メダリスト、今年27歳のチトビチナ、高さもそしてその空中の姿勢も実に綺麗ですね。そうですね、最近ロンダートからの跳躍が、とても流行っているんですが、このチトビチナ選手2本あえてロンダート系を使わないで、使わない跳躍を用意しました。それだけ脚力があると言えるのではないでしょうか。チトビチナの得点出ました。 9.475 です。2人目中国の劉偉です。ロンダートから後方に伸身で1回ひねってきました。 9.7 万点の跳躍ですね。があると、着地をした時に、腰の位置が、高く着地ができると思うんですが、その高さ不足をうまく、膝を使って補った跳躍ですね。非常に高さがありました。中国の劉偉です。北京のユニバーシアードの代表、1回目の得点が出ました。 9.375 です。今年の環太平洋選手権でもこの跳馬は銀メダルを取っています。劉偉の2回目です。前方屈伸で2分の1ひねり、こちらは 9.6 万点の跳躍です。馬を突き放して回転するときの高さ、そして、その後の空中姿勢、非常に美しいと思います。高さも距離もありました。中国18歳の劉偉、着地もほぼほんの少し動きましたけれどもね、きれいにまとめてきました。2本目が
9.250 です。ご覧のように 9.250、9.313 というのが平均です。2人飛んで現在2位です。3人目、さあ日本の真鍋彩登場です。 9.7 満点の跳躍を用意していると思います。この跳馬は自信を持っています。スタート、着地、ほんの半歩乱れましたが素晴らしい跳躍だったと思います。綺麗にまとめてきました。日本の真鍋彩、天津とベルギーの世界選手権の代表です。とにかくバネの強さ、脚力の強さはもう定評がありますからね。そうですね、団体総合では、本来の跳躍ができませんでしたので、今日は素晴らしい、跳躍だったと思います。ぜひあと1本決めてメダルを狙ってほしいですね。団体の時には 8.925 というこの跳馬でした。2本目も、9.7 というやはり勝ち点の高い跳躍を用意しています。1本目は 9.300 という1本目の真鍋、これから2本目です。我慢しました日本の真鍋彩、少し空中での姿勢が乱れましたが、よく着地こらえましたね。現在トップはウズベキスタンのチェソビチナ、そして中国の劉偉が続いています。3人目の真鍋彩、2分の1から着手の、タイミングが少し遅れてしまって、突き放すタイミングも少し遅れてしまいましたが、その後うまくその体勢を乱しながらも、着地カバーしましたね。あ、果たしてどれくらいでしょうか。少し笑みがこぼれました。日本の真鍋彩です。2本目が 9.025、 平均で 9.163 というのが得点です。3人飛んで現在第3位です。5人目の選手登場です。ウズベキスタンのアレクサンドラ・ゴルディーバ、個人総合では9位に入った選手です。前転飛びの、前転飛び系の表示です。前転屈伸で、2分の1ひねってきました。綺麗にまとめてきました。 9.6 万点の跳躍ですね。チュソビチナといい、このゴルディーワといい、非常にバネがあります。ウズベキスタンのゴルディーワ、これだけ高さがありますと、着地の部分しっかり、マットを見て確認できるわけですね。高さが大事になってくるわけですね。156センチという体ですが、その体を存分に生かしたその跳躍ですよね。そうですね、非常に大きさがありますね、はい。5人目の選手に入っています。現在日本の真鍋彩は3位です。1本目 9.200、 これから2本目に入ります。違うグループの飛び方です。2本目バット着地が乱れた。さらに2分の1ひねって前方伸身宙返り、前方系の着地というのは、はい、やはり後方系に比べてマットが見える時期が遅くなりますので非常に着地が難しいんですが、高さもスピードも十分あったんですが、その着地を確認するのが遅れて、大きく前に一歩出てしまいました。大きく前に一歩出てしまいますと 0.2 の減点ということになります。
1本目は 9.200 でした。ゴルディーは団体の時には 9.050 というこの跳馬だったんですが、あ、2本目は 9.025。 6人目の選手が登場です。北朝鮮のキム・ヨンシル、予選では 8.975 というこの跳馬の得点です。今の飛び方は、ロンダートからやはり着手の前に1回ひねる、1回ひねってから手をつくという、後半は伸身姿勢もひねりもないんですが、やはり前半に1回ひねるということで、勝ち点は 9.7 万点と、非常に勝ち点の高い跳躍となっています。少し着地の姿勢が、前にかがんでしまいましたが、膝をうまく使ってよくまとめましたね。バンコク、天津、ユニバーシアードのメンバーでもあります。北朝鮮のキム・ヨンシル、スタートバリュー、いわゆる勝ち点の高い飛び方をしました。果たしてどれくらいの得点が出ますか。1回目、9.325、 9.325、 1回目です。さあ2回目は違うグループの飛び方をしなくてはいけません。北朝鮮のキム・ヨンシル、2回目のスタートです。ロンダートから後方伸身で1回目です。これも我慢しました。北朝鮮のキム・ヨンシル、現在キム選手、2回ひねりの跳躍を持っているんですが、ウォーミングアップの時からどうしても、成功しないで、1回ひねりに変えてきましたね。それが逆に今着地もきれいにまとめましたし、そうですね。ただ先ほどから申し上げています、勝ち点という部分で、こちらの勝ち点が 9.4 ですので、2回ひねりと比べますと 0.4 満点が違うんですね。その辺が得点にどう影響するかというところになると思います。1回目は 9.325 でした。そして2回目は 9.025、 平均 9.175 という平均になります。7人目の選手です。韓国のパク・ジョンヘ、16歳の選手です。個人総合では6位に入りました。この選手も非常にバネがあります。団体の時には 8.900、 個人総合では 8.925 という得点を出しています。この跳馬です。韓国の、期待の若手選手ですね。バネは抜群のものを持っています。パク・ジョンヘ、1回目 9.4 万点の跳躍です。着地もきれいに決めてきました。ロンダートから入りまして後方伸身宙返りの1回ひねり。さあ果たして1回目はどうでしょうか。非常にバネがあります。140センチの体、空中姿勢はどうでしょうか。そうですね、この角度から見ますと足の、開きが見えるんですが、審判は横からの採点ですので、大きな開きは見えないと思いますね。バネの強さ、脚力の強さには定評があります。パク・ジョンヘ、後半の、伸身姿勢がやや、腰が取れてしまった部分はありますけれども、全体の大きさ、そして着地の部分、よくまとめてきたと思います。現在トップはウズベキスタンのチェソビチナ、
平均で 9.45 という高い得点です。1回目の得点を待ちます。韓国のパクジョンヘ 9.125 という得点です。7人目の選手のパクジョンヘ2回目。さあ2回目はどんな飛び方できますかね。9.4 万点の跳躍の表示が出ていますね。スタート前転飛びから前転飛び前転飛びで来ました。着地が少し乱れましたがどうでしょうか。着地の部分、マットにラインがこう縦に引いてるんですが、はい、あの部分から出てしまうと、減点になるんですけれども、少し曲がりましたけれどもそのラインはオーバーしていないですね。期待の16歳のパク・ジョンヘ後半膝の曲がりですね。着地を取るために少し膝の曲がりが早い部分は見えましたけれども、全体的に大きさもあったと思います。2回目 9.150 平均で 9.137 となりました。7人飛んで第5位です。8人目中国の高翔です。1本目スタートから2回ひねった着地乱れました。中国の高翔赤いラインを越え一歩を踏み出してしまいましたが着地をした瞬間着地をした時の減点ですので、赤いラインを越えた時の 0.5 という減点はなされませんがやはり距離が出ていませんね。後方伸身の2回ひねってきましたね。9.8 万点という非常に、難しい跳躍技なんですがこのひねり不足と、高さ不足距離の不足この辺は得点に影響するかと思います。メダル圏内に入っていくためには 9.175 以上のその平均が必要です。現在トップはウズベキスタンのチェソビチナ 9.45 という得点です。1回目の得点出ました 9.350 という得点です。さあこれで2回目が大事になってきます。平均で 9.175 以上でメダル圏内に飛び込んできます。現在日本の真鍋はもうすでに4位に落ちています。大事な2本目になってきます。交渉そうですね。スタート前方飛びから屈伸で前方宙返りの屈伸で2分の1決めてきました。着地でちょっと今ラインから足がはみ出してしまいました。そのあたりがどうでしょうか。やはり少しひねり始めがひねりのタイミングが、遅れてしまいまして左右横に少し触れるような形になってしまいましたけれども、着地をした時のラインですので、ラインの減点はないんですが得点出ました 9.250 9.300 となりまして第3位に飛び込んできました。高翔が銅メダルそして金メダルはウズベキスタンのチェソビチナそして第2位に中国の劉偉第3位に今8番目に飛びました中国の高翔となりました。日本の真鍋は第5位に終わっています。この結果いかがでしょうか。そうですね真鍋選手惜しかったですね。あともう少しのところだったんですが残念ですね。逆にチェソビチナの、最初で飛んでそのまま逃げ切るこの強さそうですね圧倒的な強さを感じましたね。
中国勢の銀メダル銅メダルについては、やはり優位についてはきちんと2本まとめてきたと、そして、あとは勝ち点がやはり高い跳躍、これは種目別では必須なのかなというふうな印象を受けましたね。女子の種目別の跳馬が終わりました。続いては段違い平行棒の種目別の決勝です。日本から石坂真奈美、大島京子の2人が出場します。8人の選手をご紹介します。中国の長男、日本の石坂真奈美、北朝鮮のソ・ジョンオク、北朝鮮のハン・ジョンオク、そして韓国のパク・ギョンワ、中国のチン・ビョウケツ、ウズベキスタンのストビチナ、そして日本の大島京子の8人です。さあ、段違い平行棒の種目別の決勝が始まります。まず最初の選手は中国の長男です。個人総合のチャンピオン、この大会の中国の新しいエースです。ここから大技ですね。片手指示での、大阪手車輪からイエガ、ED の組み合わせになります。団体では 9.500、 個人総合でも 9.500 を出しました。この段違い平行棒、中国の長男、大阪手車輪の姿勢も大変美しいですね。大きなトカチョフです。この倒立姿勢が、正確だからこそこの伸身のダブル、着地が1個乱れました。この大会の個人総合のチャンピオン、中国の長男、まず最初に登場してきました。出来としては、はい、やはり着地の部分、昨日までは、ピタリと決めてきましたので、その部分で点数に影響があるかと思いますが、ここは、大きな E 難度と E 難度の組み合わせ、この2つの技で 0.5 の加点になります。最後スワンのダブルで降りてきましたが、わずかに乱れました。着地を意識 しすぎた感がありますね。得点出ました。 9.500 という高い得点です。まず長男のこの 9.500 が一つ基準になっていくわけですね、はい、さあ続いて2人目、日本の石坂真奈美が登場します。石坂はこの段違い平行棒、団体戦では 8.750、 個人総合では 8.150 でした。石坂のこの段違い平行棒の特徴は、そうですね、やはり最初に、大阪手の1回ひねり、それから2分の1ひねり、トカチェフという、組み合わせがあります。ここをまず乗り切ってもらいたいですね。個人総合では8位に入りました、日本の石坂真奈美。種目別の2人目です。ここからですね、大阪手に持ち替えます。大阪手車輪の1回ひねり、さらに2分の1ひねりと、少しスピードが落ちたが止まってしまったが、トカチェフ成功、よく握りましたね。現在の構成ではひねり技と離れ技の、連続が要求されていますが、うまくまとめました。ブーン、3個置いてきました。着地はきれいに決めてきた日本の石坂真奈美。途中の、ひねり技の、不十分な部分を次のトカチェフでよくカバーしましたね。途中倒立のところも止まってしまったような感じになりましたが、そうですね、速度が落ちてしまったんですが、その後よくトカチェフ持ちこたえました。石坂選手、主な国際大会は初挑戦となるわけなんですが、団体戦そして個人総合と、ここまで大きな失敗がないんですね。
大健闘だと言えると思います。意味わかんない。まあ飛べた。泣いてる。アップでこの人一歩しか飛んでない。得点出ました。8.725。ああ今一つ伸びませんでした。3人目の選手が登場します。北朝鮮のソ・ジョンオクです。この選手も離れ技が多いですね。ですね、この車輪、後方車輪の1回半から前方車輪の1回ひねり、そしてイエガー特注返り D 難度3つ入れてきました。北朝鮮の選手も非常に姿勢という意味で基本ができていると思われます。最後は伸身のダブルで降りてきました。着地もうまくまとめました。北朝鮮のソ・ジョンオクです。種目別3人目、団体では銀メダルを取った北朝鮮の、まあ、主力となりましたソ・ジョンオクです。このイエガーも高さがありますね。だからこそ次のパク宙返り D 難度につなぐことができます。その後のトカチャクも非常に大きかったですし、最後のこの伸身のダブル、着地わずかに足が動きましたが、それまでほとんど足の乱れありませんでしたね。得点出ました。 9.400 という北朝鮮のソ・ジョンオク、3人終わって2位です。4人目の選手登場です。北朝鮮ハン・ジョンオク16歳です。まずは、大阪手に持ち替えて E 難度、さらにイエガー宙返り、この選手はB 難度以上の離れ技を4つ行います。あと2つ行うわけです。トカチェフ、そこからもう1つあります。今度は銀が来ました。伸身のダブル、着地ほんのわずかに乱れましたが、果たしてどうでしょうか。現在トップは中国の長男 9.500、 16歳の北朝鮮ハン・ジョンオク、出来としては、そうですね、大きな減点は見当たらなかったんですが、やはりその離れ技の大きさという点で、少し、高さがもう少しあるとまた得点が変わってくるかと思うんですが、その辺の、小さな減点がどう評価されるかというところだと思います。得点出ました。 9.500、 トップに並んだ中国の長男と並んでトップです。4人終わって現在トップに並びました北朝鮮のハン・ジョンオク。5人目の選手、地元韓国です。パク・ギョンは この選手も最初に E 難度を持ってきます。下レバーの1回半ひねりから上がやはり ED の姿
シリーズで 0.5 の加点になります。非常にスピード、おっと、あ、失敗ですね。失敗がありました。流れが止まってしまいました。韓国のパクギョンは伸身ダブル、伸身の2回宙返りで降りてきましたが、着地もほんの少し乱れてしまいました。韓国の16歳パクギョンは、やはり最初の E 難度シタルダーの1回半ひねりの部分で少しひねりがぶれてしまったことが次の宙返りへ少しずつ影響を及ぼしてしまったという失敗ですね。このイエガー宙返りも少し曲がったような状態で次のパク宙返りの後の失敗でした。途中で流れが止まってしまった韓国のパクギョンワです。得点 8.675 です。韓国のパクギョンワ、6人目の選手です。優勝候補の筆頭に挙げられている中国陳亮傑登場です。この選手も大阪手の、ひねりを得意としています。イエガー成功、非常にパワフルなこの段違い平行棒を見せます。今のところは本来ですと、2分の1ひねってそのまま受けるところ1回ひねりになってしまいました。あ、やはりリズムがちょっと狂ってますね。あっとっと、落下、落下しました。金メダル候補の筆頭に挙げられている陳亮傑、最後は伸身のダブル。金メダル候補の筆頭に挙げられていた中国の陳亮傑、まさかの落下。そうですね、パク宙返りの後のテーバーでの、振り上げ倒立の2分の1ひねりのところが、重心が手前に来てしまいまして、その、1回ひねりになってもう1回挑戦したんですが、その後から少しリズムが、狂ってきましたね。このトカチェフのところで失敗。去年と今年の中国国内の選手権でこの段違い平行棒は無敵のこの陳亮傑、まさかの落下です。得点 8.800、 得点 8.800 で6人終わって現在4位です。ウズベキスタン、チョソビチ・アズダム、チョソビチ・アズダム。メダル争いが分からなくなってきました。7人目登場です。ウズベキスタン、オクサナ・チソビチナ、先ほど跳馬では金メダルを取りました。この最初振り上げ倒立から、前方浮き腰回転大阪手倒立、今日は倒立から入りましたのでリオという E 難度になります。そしてここは、チソビチナと名前がついている後方車輪の飛び1回ひねり、オリジナルの技です。さあ、降りはひねってきました。伸身での入射力ですね、はい、1回ひねりましたので E 難度に難度が上がります。跳馬で金メダル、個人総合では銀メダル、種目別すべてにエントリーしています。その種目別すべてに残っているチソビチナ、とても27歳とは思えませんね、はい、メダル圏内に入るためには 9.400 以上が必要です。現在トップは長男と北朝鮮のハン・ジョンオクの 9.500、 最後は伸身のムーンサルト、得点 9.300 です。7人終わって現在4位です。
最後8人目日本の大島京子登場です。メダル圏内のためには 9.400 以上が必要です。ここからが、大阪手に持ち替えて G 難度の連続です。大阪手車輪今日はおっと失敗落下大島落下。今日は思い切って E 難度の技に挑戦してきたんですがそこでの落下ですね。大島落下してしまいました。この後もう一つ連続技があります。平棒での上陸の場合で移動できました。伸身の2回宙返り、あー着地も失敗。日本の大島京子8番目の登場だったんですが、あー途中落下があり、そして最後着地も失敗してしまいました。団体戦個人総合と、はい、技をセーブしてきたんですが今日は思い切ってこの、大阪手の、片手シンゼの一回ひねりという E 難度これに思い切って挑戦してきたんですが残念ですね。最後バランスを崩して結局流れに乗っていけなかったという形ですよね。最後の着地も失敗です。 7.750 という大島の得点です。この結果金メダルは2人です。女子の段違い平行棒の種目別の決勝、中国の張楠、北朝鮮のハン・ジョンオクの金メダル、そして北朝鮮のソ・ジョンオクの銅メダルが決まりました。日本の石坂は第6位、そして大島が第7位となっています。この結果振り返っていかがでしょうか。そうですね、やはり中国選手が圧倒的に強いと思われたんですけれども思わぬ失敗がありまして、こういった順位になりましたけれどもやはり北朝鮮の選手の、勝ち点これが 9.8 と、非常に、盛りだくさんの難度を入れてきたとこれが勝因だと思われます。金メダルは2人です。そして石坂が6位。女子の種目別の決勝今日は平均台というかです。まず平均台です。日本から溝口恵梨香、佐原彩香の2人が出場します。解説はロサンゼルスソウルオリンピックの日本代表日本女子体育大学講師の佐藤舞子さん、実況秋山でお伝えしてまいります。種目別平均台の決勝です。8人の選手です。まず最初にカザフスタンのオルガ・コジュフニコワ、日本の溝口恵梨香は2番目、北朝鮮のソ・ジョンオク、中国のコウ・キン、ウズベキスタンのチュソビチナ、北朝鮮のピョン・ガンスン、日本の佐原彩香、そして中国の張楠の8人です。2人目、日本の溝口恵梨香登場です。まずは D 難度の技から入ります。ロンダートから後方伸身宙返り落ち着いて決めました。そしてここは D 難度のジャンプ、思い切って蹴ってます。高さがあります。去年の全日本のチャンピオン、そして高校総体全日本ジュニアのチャンピオンでもあります。このシリーズがつながるか。大丈夫ですね、前方抱え込み宙返りから後転飛び後方伸身宙返り、綺麗にまとめてきています。溝口ここまでふらつきありませんね。種目別に残ってきました。平均台は得意としています。この後大きなジャンプ D 難度これも見事に決めてます。あとはフィニッシュということになりますが、
今日は2回半に挑戦して2回半ひねりに挑戦してくるでしょうか。着地も決まりました。2回ひねりでまとめましたね。日本の溝口恵梨香、朝日生命体操クラブ藤村女子高校の2年生です。得点 8.450、 2人終わってトップです。溝口恵梨香4人目登場です。優勝候補の筆頭に挙げられています中国の黄金、予選では 9.650 という高い得点を挙げました。この平均台です。次々と高難度の技が入ってきます。まずは抱え込みでの1回ひねりジャンプ、非常に正確ですね。切れ味があります。16歳です。136センチ。ここから柔軟性を生かしたジャンプ、そして後方宙返り、これも連続性があります。決めてきた。我慢しました。後方伸身宙返り、少し膝が抜けてしまうような場面がありましたけれども、大きなふらつきはありませんでした。前後のアテネの柱となるべき選手です。中国の黄金、今も面白い技ですね。1回ひねっての後転跳びから台を支持しますが、非常に柔軟性があるので姿勢が美しいですね。フィニッシュは後転跳びの連続から抱え込みのダブルできました。綺麗にまとめてきました中国の黄金。フィニッシュの、2回宙返りの着地の部分の高さ不足、それからやはり中での宙返りのふらつきですね、その部分以外はほとんど減点はないと言っていいと思います。この入り方も独特ですよね。まず力技から入りました。ここですね、片手バク転から後方伸身宙返りの連続なんですが、少し膝が抜けてしまったような形になります。フィニッシュは後転跳びの連続からですが、これも組み合わせの加点がつきます。得点 9.300、 4人終わってトップに立ちました中国の黄金。去年今年と中国の国内の選手権では個人総合のチャンピオンです。5人目です。ウズベキスタンです。オクサナ・チュソビチナ、個人総合では銀メダル、跳馬の金メダリスト。まずは前方宙返り屈伸で入りましたので、 D 難度と難度が上がります。実に綺麗です。チュソビチナ選手の持ち味は何といってもこの着台の安定感ですね。予選では 8.900、 個人総合の時には 8.875 でした。この平均台、前方宙返りも台に足が吸い込まれるように決まっています。場内が見つめます。あとはフィニッシュですね。チュソビチナ、高いダブル、後方抱え込みのダブルで決めてきました。いや高かったですね。そうですね、見ていて心配するところが一箇所もありませんでしたね。
現在トップは中国の黄金の 9.300、まあ、年齢のことはあまり言いたくありませんが今年27歳、とにかくあの92年のバルセロナオリンピックから第一線をずっと保ち続けてきて、途中結婚して今3歳のお子さんがいますが、また復帰してこうして世界の舞台で戦うわけですからね。そうですね、今あの早くに引退してしまう選手も多い中、貴重な存在ですね。得点 8.975、 5人終わって2位に飛び込んできましたストビチナ。7人目日本の佐原彩香です。メダル圏内に入るためには 8.800 以上が必要です。まず最初の入り落ち着いて決めましたね。日本の佐原彩香、全日本ジュニアのチャンピオンです。さあこの後、組み合わせの加点が取れるジャンプが続きます。交差ジャンプから抱え込みジャンプ、そして伸身ジャンプ、連続性ありましたね。団体の予選では 8.725 でした、この平均台。そしてスタンダードから後方伸身宙返り決めています。Bランドの宙返りです。ここまで非常に落ち着いています。あとはフィニッシュですね。折り技に不調があります。得意の3回ひねり見せてくれると思います。3回ひねってきました。着地も切れに決めてきました。日本の佐原彩香、メダル圏内に飛び込むためには 8.800 以上が必要です。8.700、4位です。中国の黄金の金メダル、ストビチナ銀メダル、そしてピョン・ガンスンが 8.800、 銅メダルを獲得しました北朝鮮。日本の佐原は4位、そして溝口が6位という結果になりました。この結果については、そうですね、日本の両選手健闘しましたが惜しいところでしたね。ただあのこういったプレッシャーの中、小さなふらつきもなく演技できたということは、明るい材料だと思います。種目別最後の種目は床です。日本から大島京子、石坂真奈美の2人が出場します。8人の選手です。日本の大島京子がトップバッターです。韓国のパク・ジョンケ、日本の石坂真奈美は3番目、中国の高翔、北朝鮮のキム・ウンジョン、中国の長男、ウズベキスタンのチトビチナ、そして韓国のキム・ジヨンです。ゆか最初の選手、日本の大島京子です。最初は前方の2回ひねりから前方伸身の宙返り、着地も見事に決まっています。今度は2回ひねってきました。2回半ですね、前方宙返りからつなげていますので組み合わせの加点もつきます。予選の時には 8.975、 個人総合の時には 8.800 というこの大島の床です。今度は3回ですね、3回ひねってきました。16歳の大島京子、ジャンプにも高さがあります。これから最後のシリーズに入ります。
のダブルできました。綺麗にまとめました日本の大島京子。得点出ました。日本の大島 8.925 という得点です。3人目日本の石坂真奈です。この床は得意としています。非常にバレのある選手です。最初はムーンサルトを予定しています。決めてきています。あ、ラインオーバーがありました。旗が上がりました。この種目別のラインオーバー 0.1 は大きな価値なんですが、あと頑張ってほしい。去年の国際ジュニアのチャンピオンです、石坂真奈美。団体のこの種目別の予選の時には 8.725、 この床です。ここは綺麗に決めています。石坂の床には非常に盛りだくさんの内容がありますよね。そうですね、特に、着地の部分で両足をピタリと揃えて、着地できる、非常に床を得意とした選手ですね。最後は3回ひねってきました。見事ですね。日本の石坂真奈美、中国の張楠です。個人総合のチャンピオン、段違い平行棒で金メダル。高さのある中外にご注目ください。ではムーンサルト、少し後ろに足が大きく出ましたけれども、高さは十分ですね。今度は3回ひねってきました。非常に正確なひねりですね。予選の時には 9.100、 個人総合でも 9.175 というこの床です。最後のシリーズです。真のダブル、綺麗に決めてきました。中国の張楠、演技中に思わず場内から拍手が湧きました。それだけ人を引きつける演技だったと言えますね。現在トップは韓国のパク・ジョンヘの 9.100、 大島京子が 8.925、 そしてメダル圏内に入るには 8.875 以上が必要です。高さもあります。最初のムーンサルト、はい、ほとんど足の乱れもありませんし、着地した時の腰の位置非常に高いですね。それだけ余裕があるということです。今年の中国のリネー杯のこの床のチャンピオンです。最後の屈伸のダブルも見事でした。9.350、 トップに出ました。6人終わってトップに出ました。中国の張楠です。日本の大島は3位に落ちました。
残るは2人、7人目ウズベキスタンのオクサナ・チュソビチナ。全ての種目の種目別にエントリーしています。注目です。最初は伸身で何かを捉える、着地も動きません。ムーンサルト、これも高さがあります。団体の予選では 9.325 最高得点でした。個人総合で銀メダル、跳馬で金メダル、27歳、10年以上世界のトップにいます。ウズベキスタンのチュソビチナ、新中帰り、この辺りも見事。さあ最後は何を持ってきますか。までいっぱいになりました。多肉体育館1万5000 の, その大観衆、全てを引きつけました。やはり若手選手にはない雰囲気、ベテランの味を見せてくれましたね。何か引き込まれるようにもう床に注目が集まりましたよね。そうですね、ムーンサルト、普通多くの選手は、足を抱え込む際に、手を使うんですが、全く手を使わないで、回転できる、それは非常に高さがあるということですね。現在トップは中国の長男の 9.350、 メダル圏内には 8.925 が必要です。得点出ました。チュソビチナトップに立ちました。 9.350。 ああフォルキナですよ。フォルキナが横にいます。8人目の選手です。韓国のキム・ジヨン、現在トップは中国の長男、そしてチュソビチナの 9.350。 メダル圏内に入るには 9.100 以上が必要。屈伸の2回宙返り、韓国の16歳、キム・ジヨン。2回ひねりを持ってくるでしょうか。ひねってきました。場内から大きな歓声ですね。もう2階席までいっぱいになりました。多肉体育館、種目別の決勝最後の選手となっています。韓国のキム・ジヨン、ラインオーバーありません。最後のシリーズです。入れて、8人目の選手が終わりました。メダル圏内に入るには 9.100 以上が必要です。現在トップは中国の長男、そしてチュソビチナの 9.350。 全体の出来としてはどうでしょうか。そうですね、途中2箇所
1回半ひねりから前方宙返りの組み合わせのところと最後の2回半ひねりで着地が少し流れましたので、そこは、限定の対象になりますね。あと種目、やはり種目別となりますと、少し内容的に他の選手から、劣る部分はあるんですが、大きな減点はありませんでした。メダル圏内に入るには 9.100 以上が必要です。得点 9.150、 3位に飛び込んできました韓国のキム・ジヨン。金メダルは中国の長男とウズベキスタンのチュソビチナ 9.350、 そしてキム・ジヨンが第3位に飛び込んできました 9.150。 日本の大島は5位、そして石坂は7位と終わっています。この結果についていかがですか。そうですね、やはりあのベテランチュソビチナとあと中国長男のこの若手とベテランが、肩を並べた素晴らしい演技の結果だと思っております。金メダルは2人です。中国の長男とウズベキスタンのチソビチナ、最後に演技を行いました韓国のキム・ジヨンが銅メダル、第3位に飛び込んできています。体操の女子種目別の模様をご覧いただきました。日本